ネルチャンネル。水筒はいつも持ち歩いてます。基本的には500以上入るもの、リフィルをしなくても1日過ごせるぐらいのものを持ち歩くようにしてます。カフェにもし入った時になるべく、紙コップを使わないで済むようにコーヒー用のタンブラーと、これはもしアイスが飲みたくなった時のためにマイストロー、これも持ってきます。晴れてる日と距離的に行けそうなところはほとんど自転車で移動するようにしてます。ただひたすら漕ぐっていうのを集中できるので気分をリセットする時間になってます。今回はワンマワンマさんに旬のお野菜瓶というのを頼んで届けてもらいました。すごいいろんな種類が入っていて、このすごい色の綺麗なスイスチャードだったりとか、あと土付きの人参とか入っていて、これをカレーにしようかなと思ってます。皮までしっかり食べたいので、この土をたわしで丁寧に洗っていきたいと思います。これはベジブロスにするための野菜くずをストックしてます。繊維質を壊してから出汁がよく出るようにするので、このスタッシャーに入れて冷凍をしておきます。今日作るのは大豆ミートのキーマカレーです。カレー粉でやるのが一番簡単なんですけど、目分量でスパイスを合わせるのがすごく楽しいので、今日はそれでやってみたいと思います。ちょっとピリッとさせます。あんまり入れすぎると辛くなるので、よいしょ、全部使っちゃいました。ここで最初にすった生姜とニンニクも入れていきます。はちみつ入れると結構コク出しになるので、私は割とお料理使います。目分量ですけど、これはベジブロスです。昨日取ったやつを、こんな感じでスタッシャーに入れて、冷蔵庫だと1週間ぐらいで使い切る感じで、冷凍しておけば1ヶ月持つので、たくさん作ってストックしておくと本当にいろんな時に便利です。でこれを、少し入れていきます。15分ぐらい炒め煮したところですね。
これはスイスチャードと、緑とムング豆のココナッツカレーです。キヌアとあと大麦と緑とムング豆を一緒に炊いたものをご飯代わりにしてます。これはビーガンのポテトサラダになります。でビーガンなのでベーコンとかが使えない代わりにいぶりがっこを切って入れてます。でマヨネーズは豆乳のマヨネーズを使っているので、これは完全に植物性のポテトサラダになります。なるべくプラスチックのものは避けたいと思ってます。何度も洗って使えるもの、ゴミになりにくいものを意識して使うようにしてます。きれい。洗った種は少し乾燥させておきます。1日乾燥させるとこういう状態になるので、これを水耕栽培していきます。水やりはそこまでこまめにではないです。土が乾いたらあげるぐらいのイメージであげてます。昔はシンクがピカピカになるスポンジとか使ってたんですけど、あれも結局はプラスチックを削って研磨しているだけなので、なるべくそういうのを使わないで、エクセン酸の水と天然繊維の布巾だったりスポンジとかで拭くだけにしてます。でもお風呂に入っている時はリビングの電気は必ず消すとか、そういうことを意識したり、ろうそく、キャンドルがとても好きなので、自分の心のメンテナンスのためにもわざと電気消してキャンドルだけで過ごすっていう日も作ったりしてます。